そんな装備で大丈夫か？大丈夫だ、問題ない。お疲れ様です。ウッドモノファームの木村 P です。はい、今日はですね、海外のゲーム機のちょっと予約に関してなんですけども、ちょっと前から、気になっていました、このね、クランク付き、携帯ゲーム機、プレイデートというこちらですね、はい、やつなんですけど、日本時間で今日の午前2時から予約を開始してまして、この情報をですね、うっかり逃してまして、お昼になってね、予約をしたんですけども、実はこちらですね、まあ生産が追いつかなくなっても、随時ね、対応していくよってことは最初から言ってたんですけど、初回、入荷分の2万台っていうのがね、すでに終わってしまったようで、僕のオーダーナンバーが31,12なんですよ。なんで単純にもう3万台超えてるってことで、僕が買った分は2022年、発送予定という風になってるんですけどね。まあ2万台以内でね、買えた人は年内に到着だと思うんですけど、私はね、来年到着ということで、まあ楽しみに待っていたいと思うんですけども、こちらのゲーム機ですね、どんなことが特徴かと言いますと、まずですね、12週にわたって、全24タイトルが自動配信されるということで、次々とまあゲームがダウンロードされていく、自動ダウンロードされていく、アップデートされていくという内容だそうです。はい。で、ゲーム機には、先ほども言いましたけど、このクランク、こう、吊り込んでのね、ぐるぐる回すようなギミックがついてまして、これもなんかゲームのプレイに関係あるそうです。はい。で、液晶なんですけども、バックライトがついていないという、しかも白黒の液晶らしいんですよね。これはちょっとまた、珍しいなと思ったんですけど、今時ね。でもこの白黒の液晶というのは非常に見やすいということらしいのでね、ちょっとこれも楽しみなんですけど、逆に。で、ゲームの内容はですね、割と日本の有名なクリエイターさんとかも、そのゲームの制作に当たっているそうで、なんかね、まあ基本的にはインディーズゲーム扱いになるとは思うんですけども、まあ楽しそうなゲームがあるというような気はしています。はい。で、ちなみに価格がですね、179ドル本体がね、ということでまあ日本円で1万8000円ぐらいですかね。はい。で、ケースが29ドル、まあ約3000円ということで、まあ送料も合わせるとまあ2万5000円ぐらいでね、日本にも輸入できるということで、海外サイトの方でね、予約させていただきました。ここ最近の携帯ゲーム機にはない、まあある意味レトロで、かつちょっと新たな楽しみ方がありそうな感じなので、期待を込めながら予約させていただきました。まあね、年内には届かないんですけども、まあ来年ね、届いたらレビューをもちろんしたいと思いますので、楽しみに待っていたいと思います。まあ個人的な意見なんですけど、せっかくクランクがついてるんで、ぜひなんか釣りっぽいゲームもね、入れてほしいなと思います。まあ僕釣りのことは全然わからないですけど昔釣りのコントローラーの形した釣りのゲームってありましたよね。もうそれだけでできる携帯ゲームああいう感じのゲームちょっと、期待してるんですが、入ってるかどうかねはい。というわけで、ちょっとね、今日は海外の変わったゲームプレイデート、こちらをね、ご紹介いたしました。届くのが楽しみです。それではウッドモノファームの木村 P でした。また。